オメガパフュームは日本の競走馬。主な勝ち鞍は2018年、2019年、2020年の東京大賞典、2019年の帝王賞、2020年の平安ステークス。馬名の由来は冠名香水。母名より連想。2015年4月6日に北海道千歳市の八代台ファームで誕生。2017年の千葉サラブレッドセールでは公開調教で2回 24.5 秒を計測し、母オメガフレグランスも所有していた原玲子によって1500万円で落札された。1月14日京都の新馬戦に3番人気で出走、後逸位相から直線で鮮やかに抜け出してデビュー戦を飾る。安田隆之調教師の息子である安田翔吾の新規開業に伴い、3月より安田翔吾厩舎に天馬屋している。天馬屋初戦となる2戦目は3月11日阪神の3歳500万。下では中団待機から鋭く足を伸ばすと2着ストービーバローズに6馬身もの差をつけてデビュー2連勝とした。これが安田翔吾厩舎の初勝利であった。5月13日東京の清流ステークスは直線で馬場の内側から足を伸ばすも3着に敗れる。その後、6月の加古川特別を制して3勝目を挙げ、7月11日、大井のジャパンダートダービーはルヴァンスレーブの2着に敗れる。秋に入り、9月29日阪神のシリウスステークスでは中団でレースを進めると直線で先行各馬をかわして先頭に立つと、最後は、ウェスタールンドを首差振り切って、重賞初制覇を果たす。11月4日京都の JBC クラシックは、中団から追い上げるもケイティブレイブの2着。12月2日、中京のチャンピオンズカップは5着と初めての着外となる。12月29日大井の東京大賞典では、後方から徐々にポジションを上げると、直線で豪快な末、足を繰り出して差し切り勝ちを決め、悲願の GI 初制覇を果たす。2月17日東京のフェブラリーステークスでは、インティ、ゴールドドリームに次ぐ3番人気に押されたが、伸びが見られず10着に大敗した。次走の5月18日平安ステークスでは、小柄な馬体ながら 59kg の斤量を背負っての出走となり、最後の直線で一旦は先頭に立つ場面があった、ものの3着となった。次走6月26日大井の帝王賞では、デムーロに代わり、当年に初来日し、ノームコアで、ビクトリアマイルを、リスグラ州で、宝塚記念を制するなど活躍し、東州短期免許で、南関東、船橋所属となった、ダミアン・レーン騎手が騎乗。3番人気に押されたレースでは、道中後方から徐々に進出し、直線ではメンバー中上がり、最速の末足で先頭の中和ウィザードを差し切り、1馬身、4差をつけて優勝。GI、J イプニー2勝目を挙げた。その後は11月4日に、初の浦和競馬場開催となった JBC クラシックに出走。鞍上は再びデムーロに戻った。過去2度は県外に敗れている左回りかつ初の地方小回りコースということもあり、前走で破った中和ウィザードに次ぐ2番人気での出走となった。道中は後方に位置を取り、最終コーナーで位置を押し上げると、先に抜け出した中和ウィザードに直線半ばで並びかけ、2頭の叩き合いが続いたまま、並んで入線したが、写真判定の結果鼻差で中和ウィザードが先着しており、2年連続の同レース2着に惜敗。ゴール後には、鞍上のデムーロが両手を広げるポーズを見せるなど、体勢は本馬が有利であり、中和ウィザード鞍上の川田小雅もインタビューで、全然わからなくて、デムーロが勝った雰囲気でいたので、負けたのかなと思ったと語るほどの接戦となった。続いて12月1日のチャンピオンズカップに出走。鞍上には、8年ぶりに来日し、本馬の生産牧場社大ファームの代表、吉田照也と契約を結んで2週間の短期免許を取得したランフランコで通りを迎えることとなった。レースでは、ゴールドドリーム、クリソベリル、インティに次ぐ4番人気に押され、集団馬群に位置を取って前を追走したが、スローペースが影響して、足を伸ばしきれず6着に敗れた。次走は連覇をかけて12月29日の東京大賞典に出走。管理調教師の安田は、レースについては一番この馬のことを分かっている、デムーロ騎手に全て任せるとして再び、デムーロを鞍上に迎え、前走2着のゴールドドリームに次ぐ2番人気に押された。レースでは、ハイペースで先行する全3頭の後ろから競馬を進め、4コーナーで進出を開始し、直線半ばで、うちのゴールドドリームをかわして先頭に立つと、そのまま後続の追走を振り切って優勝。アジュディミツオ、スマートファルコン、北高たる前に続く史上4頭目の東京大賞典連覇を達成した。鞍上のデムーロは、本年、騎手免許取得以降最少となる中央重賞3勝に、止まり、サートゥルナーリアグローリーベイズアドマイアマーズなどの有力馬も乗り換わりとなるなど不振が続いた中での勝利となり、ゴール後は、JBC クラシック以来の飛行機ポーズを披露。いいエンディングになったねと喜びを語った。帝王賞、東京大賞典の勝利実績により、2019年度のナーグランプリダートグレード競争特別賞に選出された。この年は平安ステークスから始動。新型コロナウイルス感染拡大の影響による騎手の東西移動制限により、主戦のデムーロが騎乗できなくなったため、北村智和との初コンビを結成した。最重 59kg の斤量を背負ったことから、ロードレガリス、ゴールドドリームに次ぐ3番人気での出走となったが、レースでは4コーナーから余裕の手応えで抜け出し快勝。重賞5勝目をマークした。帝王賞2着 JBC クラシック2着と2戦続けて、クリソベリルに惜敗を喫して迎えた12月29日の東京大賞典。先団の後方でレースを進めると、最後はカジノフォンテンとの叩き合いを制して、首差で優勝。史上初となる東京大賞典3連覇を果たした。1月27日の川崎記念から、始動、単勝 1.9 倍の圧倒的一番人気に支持された。常に上位に位置取り、最後の直線で2番手に浮上するが、逃げたカジノフォンテンに3馬身差及ばず2着。1月28日には招待を受けていたサウジカップの出走を辞退したことが明らかになった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。